生物生産学部水検統合科学プログラムの豊田健二です私は甲殻類を研究対象として水産応用や生態生理学を専門として研究しています私の研究を簡単にご紹介させていただきますこちらに写っているのがズワイガニの顔になりますで皆さんズワイガニあんまり正面から見ることはないと思うんですけどズワイガニ甲羅からひっくり返したみたいがこちらになります で私が研究しているのは甲殻類の、えー、ホルモンですで。甲殻類はですねこの複眼、飛び出した目を持ってるんですけどもこの複眼の飛び出している部分にサイナス腺と呼ばれているホルモンを分泌する器官がありますこちらがズワイガニの複眼の断面図になりますこの黒色で囲っているところが大きな神経節目の中に大きい神経節が入ってるんですけどもその神経節の中に 白く光っている器官があります。この器官非常に大きくてですね若い高校生の皆さんはおそらく肉眼でも見える大きさなんですけどもこのサイナス腺から脱皮や成熟退職の変化っていうさまざまな生命現象を制御しているホルモンがたくさん分泌されています。で私はこの 甲殻類のホルモンをズワイガニや毛ガニクルマエビイセエビといった国内で多く食べられている水産重要種を使って研究して水産増養食の現場でこれらのホルモンを投与することによって高付加価値をつける甲殻類の養殖技術の開発を目指しています。そのののズワイガニ以以外外水産重要種以外の甲殻類をを用いた研究ととししてて瀬戸内海海や日本海をフィールドとして 食べることができないんだけれども、非常に面白い生命現象を示す甲殻類を研究しています。例えば、ここにいろいろと研究対象を示していますが、瀬戸内海や日本海側でも多いこの赤手テガニというカニは、満月と新月の夜にえ卵を抱えた母親が集団で海岸に押し寄せて、集団で子供を海に奉仕します。 でそういうい現象は非常に興味深いんですけども我々人間と違ってカレンダーや腕時計を持っていないこういう野外の生物たちがどのようにして同じ時期同じタイミングで海岸に集まるのかそういう現象に非常に興味がありまして毎晩海に通ってこの赤手紙の行動を観察してさらに先ほどの目のホルモンの解析を含むさまざまな遺伝子の解析をこの赤手紙を使って研究しています。 で高校生の皆さんはですね、えー、この生物生産学部に入学された後、もし私の研究に興味があれば私は、えー、水水統合化学プログラムですので、す、え、す、ー。様々な水のののな環境に生生息ししてていいる生き物の調査をしていますでここに示した海の生き物だけではなくて皆さんが生活している里山環境にも田んぼやため池といった淡水の環境があってさらにそこから川を経由して海につながる。 まあそのように里山や、えー、海、川、す、ま、べ、あ、ての水圏環境を私は研究対象としています。ですので、高校生の皆さんが私の研究室に遊びに来ていただくと、この甲殻類だけではなくて、水圏領域に生息している昆虫類や爬虫類、両生類、魚類など様々な分類群を対象に研究をしていただくことが可能です。えー、ぜひ私と一緒に生物生産学部で、えー、研究をして いけたらなと思っていますので、えー、よろしくお願いいたします